京香さん覚えてます？最初にお会いしたの。一番最初にお世話になったのって東北メールです。そうだ、感動しましたよ。本当に幸せな幸福なロケでした。私も本当に楽しかったんですよね。すごい印象的だったのは白神山地って言ったでしょ、はいはい、白神山地とあの大自然の中で、あの大自然に入ると普通の人も負けちゃうんですけど、全然負けずにもう毅然として凛としてこうそこの中に立った時ってやっぱりすごいなと思いましたよ。ありがとう。いやでも私はやっぱり今日栗神さんに写真撮っていただくっていうので、エネルギー持ってないとちゃんと映らないし、なんとなく栗神さんにはバレちゃうみたいなところがあって、あの普通に写真を撮るリラックスな気分とはまた違いますね。そのちゃんと映れる自分でいないといけないんだっていう気持ちはあって、最初は緊張してたんです。今の仕事、はい、女優になろうって思ったきっかけってのあるんですか？二十歳にデビューさせていただいたんですけど、それは森田芳光監督の映画で、でもその時は自分があまりにできなかったので、自分が女優として続けていけるかどうかまだわからないままだったんですけれど、でもその時にですね、やっぱりこんな機会を与えてもらったのにまだまだできてないっていうようなことを言っていることが申し訳なくて、やっぱり上手にできるようにならなきゃいけないなっていうふうにだんだんと思うようになってきて、大学を卒業してからですね、あの、うん、ちゃんと仕事をしっかりやるように、もっとできるように技術を磨きたいと思うようになったのは、京香さんってあのいわゆるファッション、着るもの、うん、食べるもの、はい、大好きですよね。大好きです。それって素晴らしいことだなと、興味があるものがなんか増えることばっかりで、私いろんなことあの見に行ったりすることが大好きなんですよね、あとはそのことによって出会った人から得るものっていうのも大きかったと思います。旅行一つとってもやっぱりその時間がありがたい貴重な時間ですし、だからそういう意味で人との出会いで自分がこうまた新たなものに興味を抱けるようになっているんだなと思うので、なんか妙に大人っぽくなって感性が鈍るよりは、そういうあの童心みたいな若気持ちで生きてる方がいろんなものが入ってくるし、やっぱり自分から表現力もそういう意味でどんどん出てくるし、いいと思うんですよ。その妙に大人っぽくなって、そうですか、妙に大人っぽくなるとみんながちょっと敬遠する。いや本当にでもそうですね。でも栗神さんも少年のままですものね、いつお会いしてもね、成長しないっていう。そんなことはない。どんな職業であれ、年代がどうであれ、生きてることに対する自信、自信とかパッション、そういうのがきちっとある人がやっぱりとても魅力的に感じますよね。やっぱりいいアーティストはもう必ずいい顔してます。いいあの役者さんもそうだと思います。自分を愛してる人っていうか、まあ、自信があるっていうのに通じるかもしれないんだけれど、やっぱり今自分が持ってるもの、そして周りにいてくれる人、ものに愛情を注げるっていう、その愛の大きい人、私は私なりにきっと、あの愛情を注いでるものがあって、少しずつ少しずつそれに、その行為に自信も持てるようになってきているのかなと思います。素晴らしい。前はもっと自信がなかったです。私いつも栗神さんに、ね、
いつ死んでもいいように悔いなく生きるってどういうことだろうって聞くんですけど、うん、絶対悔いがないですよね。ただたまたま長い間やっていたっていう。いやでも憧れます。私も何かそういう女優の仕事をずっとやって自然とできる何かをこう身につけたいな。身につけて大女優の方ってのはみんなそうなってて、スッとそこに現れただけで空気がファッと変わるじゃないですか。ご安心ください。そうですか。空気がファッと変わってますから大丈夫ですよ。